東北一周すごろく旅のデイ4のサイコロいきます。いきます、はい、ではせーの、のよいしょ。デイ4の行き先を決めます。サイコロの目、大川市が9、円市が10、ダーチーが3ということになりました。というわけでデイ4行き先はこちらになります。1位は相変わらず大川市34の雫石、岩手県ですね。小祝農場牧場園です。2位は円市、一マス差に迫ってまいりました。岩手県の宮古です。チェックポイントが浄土ヶ浜。ちょっと差がついてきたぞ。最下位のダーチーが21、秋田県男鹿、生ハゲ感がチェックポイントとなっております。さあダーチー巻き返しなるんでしょうか。それではデイ4行ってみましょう。さてさて、快晴の秋田県大館市でございます。昨晩お世話になりましたグランドパークホテル大館さんを10時ギリギリの10時にチェックアウトいたしまして、本日の目的地岩手県宮古に向かってまいりましょう。何やらですね、太平洋側は雨が降るんじゃないかと、そんな天気予報なんですけれども、そんなはずはないと、だってこんなに晴れてるじゃないかとそしてね、雨が降ったら降った時考えりゃいいじゃないかというね、なんともお気楽モードで出発です。いや気持ちのいい朝ですね。こちら大館からですね、本日の目的地岩手県宮古、まあ、チェックポイント浄土ヶ浜ですけれども、距離にしてね約220キロぐらいですかね、まあ時間ですと順調に走り続けたとして3時間ちょっとと、まあ、途中ね私ちんたらちんたら休憩をしたり、まあ、あとご飯食べたりしますんでね、大体まあ5時間弱ぐらい見とこうかなという感じです。ですから私の予定では浄土ヶ浜到着が3時前、3時前に着いてちょっと涼しくなった頃に浄土ヶ浜を散策してホテルに向かおうと、そういうね今日の旅のプランでございます。でまあね、道中天気もいいですしね、まあ、分かりやすい道なんです。これ今ね大館から東の方、まあ青森と岩手に接している秋田県鹿角市、鹿の角って書くんですけど鹿角市なんですけど、そこにね東北自動車道の入り口があります。十和田インターチェンジですね。でその十和田インターチェンジから東北自動車道高速道路をずっと南下して盛岡まで一気に行ってしまうと、で盛岡から本日の目的地宮古までは国道106号線、106号線一本でストーンと、ね、太平洋側に出ていくというね、そんな非常に走りやすい道を気持ちよくのんびりダラダラと走っていこうじゃないかというツーリングです。いやこの大館、そして鹿角市にも入ってまいりますけどね、鹿角市のあたり景色が気持ちいいわけですよ。走りやすい道路ね、もう一面に広がる山の景色、そして左手にはずっと川が流れていると、もう5時間ぐらいずっと走ってられるなというね、そんな素晴らしい景色。さあ今鹿角市に入ってまいりまして、十和田インターチェンジの看板が見えてまいりました。十和田インターチェンジから盛岡まで約1時間ぐらいですかね、風圧との戦いです。バイク最大の敵、まあ雨もそうですけどね、前からボンボコボンボコ吹いてくる、まあ自分が動いてるんですけども、風圧と戦いながらですね一路盛岡を目指していこうと思います。さあ東北自動車道乗りまして、だいたいまあ100キロぐらいですかね、道のりとしましてはのんびりと走っていきたいと思うんですけれども、なんかね前の方の雲が気になるなと。でもこうね左右の美しい濃い緑の山、こっちの方にねわざとこう視線を移してですね、雲は見て見ぬふりと、でどんどんねこう雲は増えてくるんですけども、まあ見て見ぬふりです。もう正面に見えてますね。岩手さんはすごいなと、2000メートルオーバーですわと、ね、そっちにも一生懸命こうね意識を持っていってるとね、よくないですね見て見ぬふりというのは。さあ小腹がちょっと減ってきたのと、ガソリンをね入れたいなということで岩手山サービスエリアで休憩をすることにいたしました。今回はねガソリンランプがつく前に給油と、素晴らしいさあ何を食べようかななんて思いながらね入ってまいりましたけども、やっぱいいですよねこのサービスエリアとかっていうのは、その地産地消的なね土地のものがいただけたり、まあ買えたりしますんでね、何食べましょうかね。さあ本日初の休憩、岩手山サービスエリアでございます。でまあ雲がねやっぱちょっとはやっぱ気になるわけですよ天気予報のアプリ見たらですね、まあ、時々雨と、ところによってにわか雨と、でもねなんか雨量で見るとね1ミリとか2ミリとか書いてあったんで、
まあ振っても大したことないだろうってこの時思っておりました。さあ中に入ってまいりましてね、レストランに直行です。何があんのかいなと、やっぱ岩手県ですからね、冷麺はちょっと外されへんなと。とんかつが一番左下でこう輝いてるんですけどね、冷麺は外されへんやろということで頼みましたのがこちら盛岡冷麺と、岩手県北部のね二戸市というところで作っているサスケ豚というブランド豚の味噌焼き丼ですよ。これはね、運ばれてきた瞬間にすげえいい匂いするんですよ。でちょっとあっさりめの冷麺とこってりとした豚の味噌焼き丼、最高で、この麺もね、さすが盛岡冷麺、なんかもう歯応えバッチリと、岩手さんを見ながら美味しい食事をペロリでございます。たまらん、美味しかった、本当に美味しかった。というわけでガソリンを入れて出発いたしましょう。でガソリンスタンドのね、あの店員さんにですね、もしよかったらここのスペースでカッパ来てもいいですよとこうおっしゃっていただいたんですけれども、いや そんなフランでしょ今日はということで、余裕ぶっこいてですねガソリンを給油していただきまして出発と。高速の降り口の盛岡南インターチェンジまではだいたい45キロぐらいかな。で目的地の宮古市浄土ヶ浜までは140キロぐらいだったと思います。それぐらいの距離なんですけど、やはりね天気予報当たってました。ポツポツと来ましたね。まあただあの1ミリ2ミリの雨ですって言ってた通り、たまにこうシールドに雨粒がつくかなぐらい、ほらねと、カッパいらんやないですかということで、無事盛岡南インターチェンジで高速道路を降りまして、ここからはですね国道106号線宮古盛岡横断道路という道ですね。まあ厳密に言うとね、国道106号線と宮古盛岡横断道路というのは違う道路です、ね。まあ、国道106号線があって、それの補助的なこのバイパスといいますかね、地域高規格道路という道路なんですけれども、まあまあ要は自動車専用っぽい作りで、高速道路っぽい作りでビュンビュンあの車が流れるように作られた道路です。でそこをねもちろん走っていくんですけれども、信号待ちをするとね、やっぱなんだかんだで気になる空模様、雲の色がねちょっと尋常じゃなくなっていました。で案の定ね、ザーッと来るんですけれども、なんせねあの高規格道路に乗ってますから、バイクとかね寄せて止めるところがないんですよ、ね、もうほぼ高速道路みたいなもんですからね、もうそこで止まってカッパ切るわけにもいかんということで、びちょびちょです。はい、びちょびちょってもうね、ズボンの下に履いてるあのパンツもびちょびちょ、もうブーツの中からはお水が溢れ出していると、そういう状況でした。でようやく発見いたしました、こちら道の駅やまびこ館ですね。もう宮古市には入ってるんですけども、このやまびこ館のトイレをお借りしましてですね、全部着替えました。そしてカッパを着て出てきたら晴れとるやないかと、ね、晴れてるっていうかもう雨やんどるやないですかということなんですが、またいつ降ってきてもおかしくないですからね、カッパを着て出発と。でね、あのもうこれ実は浄土ヶ浜に到着しております。大雨でカメラがぶっ壊れましてねいきなりワープ浄土ヶ浜に到着いたしました。空はね相変わらずドヨーンとしてるんですけど、雲の切れ間からこうちょっと青空なんかも見えたりしてね、まあ天気は持ちそうだなということで、カッパを脱いで浄土ヶ浜散策に出かけてまいりましょう。浄土ヶ浜、あの浜のすぐそばまで道路は通ってるんですけども、許可車両以外は通行禁止ですと。まあ多分タクシーとかバスとかねが、まあそこ通っていくんでしょうね。で一般車両は駐車場に止めて、まあそこから歩いてね浜まで行ってくださいと。で結構ね下っていかなきゃいけないんですよ。でいくつか道はあるんですけど、私は一番あの楽ちんなね道を選ぶと。この浄土ヶ浜ビジターセンターという建物、今ね駐車場から入った入り口が3階になるんですけども、2つ下って1階、1階にですね浜の方に出ていく出口がありますよと。まあエレベーターもありましたけどね、2階には何があんのかなと、ちょっと見物もしようということで階段で2階に降りてまいりました。2階にはですね三陸海岸ガイドというね、結構広いね展示ホールがありましたね。まあ三陸海岸のこの絶景ね、四季折々のこんな景色が見られるんですよ展示コーナー、パネルのねコーナーであったり、こんな植物動物がおるんですわコーナーであったりね、
と三陸海岸の、まあ、なんだろう、面している町の情報発信コーナーなんてのもありましたね。中央にはね、体験シアターっていうのがあってね、まあ、三陸海岸のもう絶景、このドローンで空撮したやつとかね、絶景を楽しめるシアターなんかもありました。まあ、僕の目が行ったのはこちらの海猫先生でございます。まあ、鳥好きなんでね、でまあ、ひとしきりねぐるっと見学した後、1階フロアに降りていって、いよいよ本日のチェックポイント浄土ヶ浜を見に行きたいと思います。実はまあね、名前はもちろん知ってるんですけれども、浄土ヶ浜に来たのは初めてなんでね、まあ、どんだけ歩くのかなとかね、まあ、どんな景色なんかなとかね、ワクワクしながら、さあ出口に出てまいりました。さっき僕この建物の1階が出口になってるって言いましたけど、地下1階でしたね。地下1階まで降りてきたよと。帰りはエレベーターやなと決意をいたしました。さあ外に出てきましたらね、波の音が遠くから聞こえてくるわけですよ。お、そこに海があるでと。でこのね、ウッドデッキのようになっている遊歩道、こういうのが整備されてると非常にありがたいですね。あの山道を歩くと、あのライダーブーツ履いてますから。でしかもね、あの雨でびちょびちょになって気持ちの悪いライダーブーツを履いてますんでね、山道だと足をあのぐねってやる恐れがありますんでね、非常に平坦な道、ありがたいです。さあそんな道のことはよくてですね、この浄土ヶ浜、その昔1680年代だったかなに、とある偉いあのお坊さんがですね、この景観を見て、さながら極楽浄土のごとしとおっしゃったらしいんです。で浄土ヶ浜という名前になったという説がね、一般的らしいです。まあね、あの僕はあんまりこう詳しくないというかね、歴史にね、あれなんで、ざっくりした説明で申し訳ないんですけれども、遊歩道がまだ続いておりますんでね、ずんずん進んでいきましょう。いやー、天気も回復してきまして、水の色が綺麗です。めちゃめちゃ透き通ってますよね、これね。で遠くに見えるあの白い岩肌、そして上に松が生えているみたいなね、さながら極楽浄土のごとしですよ。でまあ、石とか地層とかね、僕全然またこれも詳しくないんでよくわかんないんですけども、白い石だねという浄土ヶ浜でございます。なんとそしてここは海水浴場にもなってんですよね。これまだ6月の頭なんで、まだね泳ぐ人いないですけれども、まあ、夏真っ盛りの頃にはここはね、海水浴のお客様でにぎわうと、そんな浄土ヶ浜です。足元はね、砂浜というよりもこういう石なんで、歩くたびにね、石のカラ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 っていう音がして、波の音がして、遠くで海猫がニャー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 鳴いていると、なんとも落ち着くというかね、心洗われる空間でしたんで、ここでボサーっと立ち尽くしておりました。さあこの浜のあたりにはですね、レストハウスが建っております。くるりと回れ右をしたこちらの建物、こちらが浄土ヶ浜レストハウスとなっております。すごい綺麗だなと思ったら、あれでしたね、あの2011年 3.11 で、あの高さです。青い線が入ってますよね。あの高さまで津波がここにも到達して、まあでもその翌年2012年からですね、また復活して営業再開したという、そんなレストハウスでございます。屋上が展望台になってましてね、浄土ヶ浜の景色を見渡すことができます。さあしつこいですがもう一度言います、さながら極楽浄土のごとしでございます。はい、本当美しいですよここね。でこの時はまだね運行してなかったんですけども、今年7月17日に宮古海猫丸という遊覧船がね運行開始しております。僕もね、どうしてもこう海からね、この浄土ヶ浜を見たいなと思ったので、このねマリンハウスっていう施設があるんですけど、そこで青の洞窟を見に行くこの小型ボートツアーみたいなのがあったんで、早速申し込みました。一人でも大丈夫ですよということで、小さいね船を出していただきました。一人ね1500円だったかな。でさっきちらっと映ってましたけども、このねボートを申し込む時にお金払ったらね、カッパエビセンもらったんですよ。でこれ最初僕のおやつかなとそう思ってましたボートに乗ってですね、浄土ヶ浜を眺めながらカッパエビセンでも食べてねと、そういうことかと思ったんですが全然違いましたね。あのさっきからニャ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 鳴いてるあの海猫がいっぱい飛んどるわけですよ。その海猫さんたちにあげてねと、まあ、自分で食べてもいいよということだったんですけど、いきなりね頭の上に海猫さんが乗ってくるわけですよ。そして早よよこせやと圧力をかけてくるわけですね。
怖いです。普通なんかわーっと寄ってきてね、手に持ったやつをパッと取ってさーっと飛んでいくみたいなイメージじゃないですか。頭の上に乗ってですよ、あよかっぱえびせん出せよと構えとるというね、なかなかタフな海猫さんですね。まあそんな海猫さんたちと戯れながら、このボートのね掃除をしてくださってるお兄さんがいろいろね、この岩肌の説明であるとか松の説明であるとかね、あそこは屋上土って言うんですわとかですね、いろいろこう解説をしてくださいます。やっぱりねこういうこうツアーでいろいろ解説してもらいながら回った方が理解深まりますしね、いいっすよ、うん。で、今回のメインですね、青の洞窟ツアーということなんで、その青の洞窟船でぐるーっと回っていったところにあるんですけどね、この今船のね先頭にちょこんといるかわいこちゃん、もうさっきからねずっと食べたそうにしてるのに常にライバルにね奪われてしまうんですよ。で洞窟の近所まで来た時にねライバルがいなくなったんで、はいどうぞってやったらですね、わーいって寄ってきたんですけれども、食べようとしたら下に落ちてですね、おいと届かんやないですかと、ね、もうでまた違うやつに食べられるというね、何かこう社会の縮図を見たような気がいたします。その後もこのボートの上ならではの景色をねずっと楽しむことができるんですよ。海がね近いですし青いですし、岩肌美しいね、松も美しいねと、ただ僕はもうこの海猫くんたちに完全に心を奪われております。でもガイドのお兄さん一生懸命説明してくださってます、大丈夫です、ちゃんと聞いておりました、ちゃんと聞いておりましたよ、というわけでいよいよメインイベント、青の洞窟に突入してまいります。あの可愛い子ちゃんはね相変わらず先頭にちょこっと立ってますけども、さすがに洞窟はちょっと怖いでしょうね。洞窟に入る直前でさよならということで、洞窟に入ってまいりました。今正面指さしましたけども、あそこに穴が開いてるんですよ。でこの穴はなんと八戸までつながってると言われている穴、まあ、もちろんね誰もこう入って確かめたわけじゃないんでしょうけども、八戸とつながっとるよというね穴らしいです。でこの辺り水深10メートルぐらいらしいんですけども、別にまあ満潮でも干潮でも、まあ、そんなに水位が変わらないのでこの洞窟には入ってこれますよと。でやっぱ雨が降った後とか雪が溶けた後とかもね、まあ、ちょっとね濁り気味になっちゃうということで、見頃は夏ですせと、っていうことも教えていただきました。まあ、10分ぐらいかな、あの洞窟の中であっち見たりこっち見たりですね、下見たりしながら出てきたら、まあやっぱりまたね親衛隊の皆さんがお待ちかねでございます。まだ残っとるやろと、はよかっぱ予選出すよと、そんなね熱心なファンの皆さん、出待ちをしてくださった皆さんに囲まれながらですね、さあボート着き場に戻ってまいります。でもね本当にちょっともう店じまいの寸前だったんです、もうこれ夕方なんでね。でも勇気を出してですね、ちょっと今から大丈夫ですかと、一人なんですけどと声かけてよかったなと思います。これはね本当に、まあ、歩くだけでも楽しいですけどね、こうやって乗って海猫くんたちと戯れながら、そしてヘルメットに次から次から乗ってくるこの体験ですよ。これをしながらね美しい景色を見る、なんとも思い出に残る浄土ヶ浜でございました。時間にしてだいたいまあ20分ぐらいですかね、この小型ボートでの周遊を終えて、さあバイクのとこに戻りましょう。で来た道、まあね帰りはエレベーターで登るぞなんて思ったんですけど、いや違うと、やっぱこのね自然を体験せないかんねやということで、まあ、山道というほどでもないですけどね、この道を歩いてバイクまで戻ってまいりました。でこの後もですね、なんかまあ別にね展望台があったりするんでそこも行こうかなと思ったんですけども、何やらですね夕方からえらい雨が降るよと、で雷注意も出たんですよね。夕方からってこれもう夕方なんですよ、いつ降ってもおかしないやんじゃあということで、ちょっとね他の予定は全て切り上げて、まずはねホテルに向かうことにいたしました。このね往路来る道中の大雨でもカメラがうんともすんともね言わなくなってたんですよ、あの顎につけてる GoPro がね。でもねすごいですね最近のカメラは、干しといたら治ると、浄土ヶ浜を散策してる間に治ってました。というわけでホテルに向かうんですけれども、まあホテル温泉宿いろいろあるんですけども、本日はね洗濯物が溜まってるんですよね、これもね。でリゾートホテルとか温泉宿に行くとコインランドリーがないんじゃないですか大体ね。なのでビジネスホテルの王様ルートインに向かいます。これが大正解でしたね。
ルートについて早速ね、洗濯とかあとびちょびちょになった服とかあるじゃないですか。洗濯してで乾燥機、一般的なビジネスホテルの、まあ、乾燥機とか洗濯機ね、洗濯して乾燥機かけて、で乾燥終わりましたって取ったら、あ、ちょっとなんか湿っぽいな的なことをね感じることがよくあるんですけど、こちらのねルートインさんすごいですよ。ガス式の巨大な乾燥機があってね、もう一瞬でふっかふかのほっかほかになりました。どういう乾燥やねんって話ですけどね、それがね僕にとってはもう最高のルートインさんでしたね。でチェックインをしてしばらく経ってご飯食べに行こうと思ったらね、天気予報通りすごい雷雨になってきましたんで、まあピックアップしていたラーメン屋さんは諦めてルートインさんの中のレストランで晩ご飯をいただきます。ちょっと茶色から脱却した感がありますけどね。ということで本日もお疲れ様でした。ペロリということで、お部屋に帰ってズームタイムでございます。さあというわけなんですけども、僕と大川さんも今日ゴールする可能性がありますよ。でも僕は多分これソロで振るやつですね多分。そうね、だからもうゴールシグナルが点灯している場合はソロパターンでいきますんで、まずはどう考えてもゴールしない。今日ゴールした人もペナルティでいいんじゃないですか。何のペナルティやってんなっていうペナルティですよ。やってんなっていう、いやこれであった俺が1とか2とか出したらもう火消えますよ。だっていやまあそういう時はあの救済ルールとして100万円払うと20面体使えますっていう。じゃあ俺打ち上げ代払うよ。100万円チャンスっていうのも、じゃあそうなっちゃう。じゃあちょっと僕の緊張感ない最後これいきましょうか。ちなみに今日は何マス目に見るんですか。私は今日は21マス目悲しみの尾が、じゃあ今日23を出せばゴールですね。なるほど、いけるね。少なくとも2桁。じゃあ気を消さないための一人すごくいきます。Day5、はい、いくぞ、負けないぞ、せーの、で、おー、やった。ほら俺こういうとこあんのよ。2ですね。11です。あドラゴンクエストの2じゃないのよ。11だね。俺そういうとこあるわ。うん、ということで、はい、私は、21の小川から11が出ましたんで、あ、かぶったか。33の宮子。なんでやねん、どういう足し算やね君は。え、あ、32ですね。9時バカタレか。JJJ ですね。JJJ です。そこ、はい、まあ、豪雨ですけど明日豪雨ですね、あ、豪雨ですね明日、豪雨の岩手県で雨体験をね潜ってくるわ。絶対無理や。あ、ということで32の岩手県のね、9時ですね。ギリギリ最後12出せばゴールできる可能性残しました。なるほど、はい、これは熱い。じゃあ次は順番から言って僕ですね。ですね、私は33の宮古におりまして、うわーゴールする可能性あんな。11、12を出せばゴールです。まあそんなね、うん、そんな甘くないよスゴロクは。11、12を出せばゴールです。そんな甘くない。11、12を出せばゴールっていうわけで、遠く一周スゴロクとデイ5のサイコロいきます。いきますよ、頼むよ。せーの、よいしょ、よし、3でございます。よし、というわけで、はい、33の宮古が3出しましたんで、36の平泉ですね。中尊寺、中尊寺、金色堂ですね。はい、素晴らしい。中尊寺行ってまいります。いいですね、平泉。まあ近いな。はい、じゃあ次大川さん行きましょう。大川さんは10以上でコールでございます。はい、あります。はい、せーの、あ、ゴール。どうでしょ。何しに来たマジで。はい、ゴールでございました。何しに来たの。いや、ゴール。え、
なんかすみません、ありがとうございます。は？うん。1ミリも盛り上がることなく、しれっとさらっとゴールするっていうね。え、サイクロスカロンって5回ですよね。これぞ大川流でございまして。やばいですね。5回で44ゴールする？あ、マジ言ってんの？もう一回振りますか？いや、あれです。僕ら不正を許さない。マジか。いや、これはちょっと。ゴール。まあまあ、分かりますよ、新参者をすぐゴールしちゃうの法則あるんで。そう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 。毎回俺と遠志さんが2位3位でこう盛り上げるパターンの時は 100% 俺が負けてんだよな。うん、これ分かってんだよ、この流れ。新参者すぐゴールしちゃうの法則と新参者トーク一つもないの法則、よくないの法則と盛り上げずにゴールしちゃうっていうね、うん、これはね、まあ一言こう何をしに来たんだとこんなことあるの、金出て、え、嘘でしょやったな、やったな、これは完全にやばい、やったな、これはやったわマジで。もう本当に今日そのホテルにサイコロ捨てて帰ってください、ちょっともう使わねえからということでね、うん、東北一周すごろく旅優勝は大川さんとなりました。はい、ありがとうございます。というわけでダーチーと私は2位目指してですね、今32度36ですもんね。うん、ようやく勝負だ。12を出せばゴール。ゴール。僕が明日7以上でゴール。うわー、期待値的には7以上はいっちゃうよね。44がゴール？ 44 です。8以上かじゃあ。88っすね。うん。ギリギリっすね。期待値 6.5? うん。いやー、いい勝負。明日俺が6とかでダーチーが9とかで、うん、最終サイコロで俺がなんか先振って、はいはい、8オーバーとかになって、うわーっつって、イエーっつって、でダーチーが1っていうね、1っつってゴールできんのかいっつってこの流れね、うん、いつもの流れやね、いつもの流れね、うん、っていう、まあ明日さどういう結果になるかと、うんうん、っていうこうちょっと盛り上がってくるいいね、サイコロタイム、うん、というわけで、okay、本日のサイコロ以上ということで、また明日の10時にお会いいたしましょう。しょ、はい、ではではまた明日、お疲れ様でした、はい、さよなら。というわけで東北一周すごろく旅優勝者は大川氏となりました。何やら波風立てず足音も立てずザッと走り抜けていったというそんな感覚ですけどね優勝ということですね。2位の栄一が36の岩手県平泉、そして8を出せばゴールですね。3位のダーチ追い上げなるか、32の岩手県久慈、明日12を出せばゴールです。さあデイ5お楽しみ